お、ついに完成した？見てみましょう。おい、完成形はこちら。おー、かっこいい。はい、皆さん、ポコヤちゃん、ポコヤちゃん、です、兄貴です、兄貴です、よろしくお願いします、お願いします。さあ、うん、それでは、はい、の続きですね、うん。ネザーボードはね、はい、もうはや結構すすというか、うん、育ってきまして、あら、なんかね、うん、やっぱ心なしか、うん、前よりもなんか育ちがいい気がする。やっぱ故郷を思い出してるのかな。なんかね、身がプリッとしてるんだよね。なるほど。すごい、ポコナカ印っていうブランド品でさ、このネザーボード売り出したら本当っすね、一応儲けできるかもしれないで、うん、まあ、そんなことはさておきですよ、はいはいはい、石炭と、うん、黒曜石でね、うん、顔を作ろうとしたんですけど、はい、しんどいしんどいねあの石炭がね、うん、そう、取れないんで、そっか、石炭な、確かに、うん、ブロックでなると大変なんで、うん、っていうのをアニキーズからクレームが、クレームが届いたもんで、なるほど、ぼやきですねなので、うん、今回はね、はい、砂を使って、はい、砂利を使って、うん、コンクリートですね、うん、あ、真っ黒なしようかなと、はいはいはい、あ、オッケーオッケー、結構できた、じゃあ、ちょっとアニキーズ、黒曜石を返して、返すあるべきところ、あるべき、あるじのもとへ、あるじ寝る？よか。おはやちわー。おはやちわー。そうだ。カーペッティングもしへんと上巻き放題になるから。あ、そういうことね。すごい黒いウィザースケの骸骨ができる。黒ければ黒いほど寝座元がそうじゃない。体が作れるな。体はいいか。うん。ちょうど埋まっとるっていう手にするんじゃない。地面にね。うんうんうん。黒すぎるな。それにしても黒すぎた。それにしても黒すぎますわ。こんなに言うても黒い感じが。あ、めっちゃ黒いね。黒いっすよ。黒いね。こんなスタンドおったな。徐々に。ノトリアス BIG みたいな。逆の方がいいのかな。色が？はい。あーはーはーはー。グレーがいるのかな。グレーって、あれか。これね、ベースがグレーなんすよ、だから。そういうことやね。イカスミもっと大量にアンキーズ。お、なるほど。出てくるか。グレーを作る。はい。グレーを作る。これはもう、ちょっと、黒のコンクリはまた違うやつにまた使うでしょう。ってことは、うん、今度、砂利が足らんな。砂利足らん。砂利か。海か。こっちの海なら、あの、コンジットを刺したんで。おーい。あ、こっちね。はい。取り放題ですよ。取ってこよう。お、ここら辺全部砂利じゃないか。ここ砂利、砂利オーシャンがあるよ。本当に。はい。ここ砂利オーシャンですね。ねえ。ちょっとアニキーズも遅いんで。僕、今、大丈夫です。イカスミみたいなんで。砂利オーシャン。砂利ズム。砂利が止まらん。あれやで、今のトレンドは砂利やで。うん。時代に置いてかれんと。大丈夫です。我が道行ってます。めっちゃあるな、砂利。ありますよね。うん。これはもう砂利に永遠に困らない。あとで上行かんかな。取るのは楽しいけど、取るのは楽しくないですね。そうだね。数ターンに。イカスミ11個。ウェイドスワンであっちゅうまですね。うん。イカスミ野郎はこのぐらい見つかった ?52 です。すげえや。灰色は灰色しかない。灰色がある。灰色がさらに濃くなることはない。はない。なんか果敢に作業する我々。うん。これダメだって爆発されたら嫌だな。見ましょうか。はい。すぐに冷静にやった我々。偉いね。ポコナカか。危ない、今チェストを開いてきて、お、何封じたんだっけっていうのを10秒ぐらい深まったあるある冷蔵庫開いて、あ、何だっけみたいな、うん、ありますよね、うん、開いて思い出したらまだいい方じゃない、うん、開いて閉じて2回上がってから、あ、忘れたなみたいなあるよね、うん、そうあパソコンで言うときのフリーズなんやろね、きっと今アニキーズちょっともらおうかなちょっと出来上がったやつ作れば、うん、なんかおかしいな、これ効率上悪くねこれフフ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 いいかね、何の横線だよ。もうあんな黒いのもない。ここであれかな、黒曜石の出番かな。なんか反り込みみたいなところ。こっちですよね。うん。
だから黒曜石は、うん、もうそもそもその建築にあんま向いてないですよね、こういうのは。ああ、そうか。確かに色がいきなりおかしくなるね、うん、これより濃い色って何だ。じゃあこれより薄い色を差し色でするからですよね、うん、なるほど。薄灰色、トモ灰色とか言ってあえて何色がだいぶ白いからね。そうっすね。薄灰色は、薄灰色結構薄いよ。白に近いこれを差し込んでもいいかもしれない。ちょっと一回やってみようか。砂利渡そう。砂利図の複製。はい。アンジーこの灰色の、薄灰色のやつをまたちょっとやってきて。難しいな。一旦のっぺりしたやつを作って、うん、でそれを差し込んでいくか。そうね。顔だけ作って。うん。上に何ますか。結構頭長いな。あと行きますか。結構頭長い。大変わけが大変でしたね。そうだね。大変やったね。まだ終わってないけど。収録外でも何時間も集めましたもんね。そうね。OK、うん。おい。花の、シートね。防火シート。中の枠崩しなかったんですよ。ああ、そうね。こいつ 8×7 かね、こいつ。8×7 なんすか、こいつ。これ 8×7、 じゃあ 8×8 なんだけど、こっちが 8×7 なんて何。1、2、3、4、5、6、7。あれ、ほんとや。1、2、3、4、5、6、7。高さが足らんのか。高さが足らんのか。もう一マスやったんですね。もう一マスなのね。あ、松明かなんか投げ入れてもらいますかね、ここに。おい、ちょっと待ってよ。光源的なものちょいとお待ち。ワッキーがしたか。ワキつぶしね。はい、ちょいとお待ち。わい、ワキつぶしがしたいんや。どこ何弁なのかがしたい。わい、ワキつぶしがしたいんや。ワキつぶしに目がないんや。パーペット下に置いてあるの、なんか拾いました。あ、なんか1個拾ったかも。1個っすか、はい、あ、4個や、4個、はい。あとこれ、タイマス。あります。くれ、アンキーズ。差し色差し取ってくれ。結局ね、差し色なんですよ。結局必要なのは差し色だった。足りなかったのは差し色だった。足りないのは差し色でした。いつも見てるやつしましま模様なんですよね、なんて。うん、そうだね。結局のとこね、こんな体の。あ、でもね、これはすごくいいぞ。いいですよね。いい、いい、めちゃめちゃいいと思う。あるのとないのと全然違う。結局差し色なんですよ。差し色が、あ、いいわ。かっこよくなったもん、なんか。これやっぱ、レザーボートの育ちに影響しますよね。確かに。すべてはそこ。そのために。良くなったんじゃないか。うん。よし、うん、あとは寝て、ちょっとお天道様が上がったら、うん、お披露目会ですね。おい、やっと全部埋めるとな、これ。やっと全部コンプリートした。8×8、はい。よし。そしてなお28個余って増えたな。増えたね。メガボートはこう関係あるんだっけ。あ、そう、わからん。ここらかくら、さあさあ、おい、できましたよ。お、ついに完成した。見てみましょう。おい、完成形はこちら。おーでー、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいじゃん。いや、めちゃくちゃいいよね、うん、やっぱね、うん、色を付け足したのが良かったですね。いや、めちゃめちゃオシャレだよね、これが。かっこいい。凡人ならば一色でいっとったところやね、これ。はい。、うん、やっぱ、うん、しましまだよねっていう。なんかすげえかっこいいわ、うん、かっこいいですよね、ストライプが入ることによって。で、うん、見下ろされたネザーウォートは、うん、すくすく育つと。なるほど。
間違いないでしょう。これ間違いないね。なんかいいね、なんかインカ帝国の遺産みたいな感じ。はい、ね、これだからもうどんだけども、うん、このネザーボートができて、マジか、暗黒レンガが赤く赤く染まっていきますよ。あ、いいね。はい、建築にもね弾みがつくよね、これほんと。うん、あの止まったんだよね、やっぱ実際ネザーボートが足りずに。あ、そうやね、うん、そうやね。そっかそっか、今後は、山ほど育つ。あ、今目の前で今、はい、やっぱ効果あるんじゃね、このマジで。あるよ、これ。何笑っとんや。何をバカにしとんねん。早くなるで。ね、皆さんもぜひこの裏技、はい、真似してみてください。はい。お願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。